ルーペ小型のルーペです地声体がオブジェクトを用いて特定のものや生命体を観察しようとした場合その人が観察した内容が近くの平面に文書化されて投影されます逆に文章を読んだ場合その文章が説明しているものが周囲に出現したり描写されている場所に移動したりしますまた意味を持たない文章を読んだ人は頭痛や呼吸困難などの症状を見せ長時間にわたって分子単位の微粒子に分解されて散乱してしまいます